歌手、鈴木愛理、29、が29日までに自身のインスタグラムを更新。テレビ朝日、あざとくて何が悪いの、新 MC を務めることになりました、と、10月から新 MC に就任することを改めて報告した。鈴木は、あざとポーズをする自身の写真を添えて、ずっと拝見していた番組でしたので、まさか私が新 MC を務めることになり、とてもドキドキしていますが、と緊張感を漂わせ、あざといという言葉を世の中に浸透させたこの番組の歴史と、田中みな実。3、弘中綾香アナ、そして山里亮太さんへのリスペクトの気持ちを忘れずに、と9月24日の放送で卒業するフリーアナウンサーの田中みな実、36、テレ朝の弘中綾香アナ、32の後任者としての意気込みを綴った。また、それでもなお、いつも通りの私、で楽しくお届けしていけたらなとし、ています口に手を当てた顔、と自然体で臨むことを強調、10月からどうぞよろしくお願いします、と元気よく呼びかけた。すでに気泡の通り、テレビ朝日系、あざとくて何が悪いの、日曜51、55の10月からの新 MC になることを27日の放送回で発表されていた鈴木。この投稿では放送日時が木曜深夜0時45分から1、20へ変更となることも合わせて報告している。